はい、どうもヒロです。今日も Vlog の時間がやってきました。仙台ライブ無事終わりまして、白熱のね、安田さんいますけど90分ステージお疲れ様でした。どうも。でね、今回ね、はい、差し入れていただいた美味しいおはぎをね、はい、これなんかね、秋湯のおはぎって言うんですよ。秋湯って読むんですよ、これ。有名なスーパーがあるんですよね。そう、最地。最地。超有名です。で、手作りで、もう一日で即売り切れるみたいなね。いや、ところやばいんですよ、もう。今、めっちゃ腹減ってるんで食べます、うん。はい、どうぞ。これを食べに来ましたから、私。本当に。じゃあ、うわー。ちょっとアップ、アップ気味にちょっと、美味しいんだよ、これ。あ、ちょっともっと上。あ、もっと上。もっと上。もっと上。これが。これがね、じゃあいただきます。結構大きいんだよね。大きいですね。これがね、すごい。あ、なんかボキっていきそう。マジ、うわうわ。裏がこんなになってます。あんこがすげえ。あ、結構一口でいったね。この顔。めちゃくちゃうまい。よかったね。ね、疲れ切った体にね、小豆の優しい甘さが広がります。すいませんね、ちょっと顔がね、価格調整すいません。めっちゃうまいわこれね。前回初めて食べたんですよ。前回も差し入れでいただいて、あ、そうなんだ。その時初めて食べて、こんなうまいおはぎあんのっていうね。マジでうまい、これ。よかったじゃないですか。おはぎ界のね、イングベ・マルムスティン。それ王者ですから、これ。あ、そうね、だってあんこがピッチンパッツンだもんね。そのスーパーって仙台駅から遠いんですか。遠いです。あ、遠いんだ。40分ぐらい、40分かかるまで。ちょっとね、買いアクセスしづらいかと思うんですけど、もし近くに行かれた方はぜひね、秋湯のね、おはぎ、秋に保険の方ですね、ぜひおすすめなんで。スーパーで作ってるとすごいです、クオリティね。マジで食べてください。おはぎ好き、おはぎマニアには絶対食べてください。ずんだ食べます。パッケージが分かんないけど、このうさぎちゃんのマークの、このほら、うさぎが餅ついてるマークのずんだです、これ。ずんだ、もうちょっと上。あ、それです。あ、いいですね。じゃあこれを早速ね、いただきたいと思ってます。ずんだがこんな感じでね、ちょっとこうグリーンが強烈なバブルスライムみたいなね、色してますけどね。そういうこと言って食べますか。じゃあちょっといただきましょう。あの、ちょっともうちょっと、ちょっと、あ、これは、これは完全に枝豆。そりゃそうだ。枝豆感が半端ないです、これ。うん、皆さん、もうちょっと上にね、そうそうそう、お餅が、あの絶妙な柔らかさ、硬すぎず柔らかすぎず、弾力が適度にあっていいですね。で、この枝豆感満載のずんだが、枝豆なんですけど塩っ気はなくて、もう甘さが豆本来の甘さを、殺さない程度の、味付け、甘みがつけられてるんで、本当に、食べやすい、食べてて飽きない、くどくない、本当にいい甘さになってますね。さっきおはぎ食ったんで結構もうお腹いっぱいなんですけど、ちょっともう食べちゃったんでしょうが。おはぎは、おはぎ界の、イングベーとか言ってましたけど、このずんだはずんだ界の何ですか。そうだな、出てこないのか。出てこないのか。ずんだ街会の、ということでね、今日はヒロがずんだを食べてみたという
東亜でした。ずんだ餅ね。はい、ありがとうございました。